はるか遠くの大和郡山に来ていただきまして、ちょっと奈良県民もおるけど、はい、ここから15分ぐらい喋る。あの今日はあれですよ、タッキーもね、なんかすごい、あ、チャッキーや、タッキーは、すいません。チャッキーほんま、なんかその T シャツ、めっちゃかっこいいの、スカ好き。あ、ま、前のバンドちょっとそういう、これバンドの T シャツ。なんかイベントの時の、はい、この色 CD 作った時、俺結構スカタンいう言葉好きやから、スカにちょっと引っ掛けてなんか T シャツ作ろうかな思ったことあってんけど、そんなスカのこんな格好で T シャツ見せられたらもう、ええの着て、今日はほんまにありがとうございます。いや、こちらこそ。あとでなんかこう中期の曲とかなんかできんだったらちょっと一緒にやれば。ぜひそこにスーパーベーシストおるし、それはいや、それはもう大阪で山谷言うたら ねもう、え、2府4県制覇してるじゃんというね、まあそんなこんなで、今日はあの40年ぶりの後輩にもね、こう、はい、会えたら、僕はこの前会いましたけどね、みんなは久しぶりよね。久しぶりです。40年ぶりで、何歳おいらって感じやけどね。まあそんなこんなで、今日はありがとうございます。それでは一曲目前にギター担ぎます。僕あのキーボードがね、おるので、あのおるのでって言い張るのであんまり変わらへんか、ちょっと後期ビートルズで言うと後期の曲が多いんですけども、後期の曲のみは持てたら大間違いで、中期の曲もたまに入れたり、これからは初期の曲もやりたいなと思ってる、そんなバンドでございます。それではちょっと慶応の、誇るべき後輩の前で、こう喜んでもらえるかちょっと心配ですけども、まあ、今日は本当にお忙しい中、楽器を持ってるのによそのセッションに行くというね、もうそんな中お呼びいたしましてすみません。そのセッションでは絶対ね、今日のこの刺激が役に立つと僕は信じておりますんで、それではもうマスク外してやらせていただきます。それはビートルズの、1969年、70年に出たのかな、のアルバムから、1曲目は罠さまれないから始めます。
そのようなでした。私、前代未聞のミスをやらかしました。ペダルの前に立っておりました。すいません。ちょっと場所変えます。ペダルの前に立つってね。ほんまに。こんな広いステージで。参りました。どこや？何見てこんな。もうね、やっぱり僕はほんまに言うてたでしょ、俺は緊張しいやと。よう、おっしゃるやつだ。ダニボーイもなかったですね。ダニボーイも忘れるくらい。滑ってやろって、滑ってあかんわ、今日は。まあでもね、一曲目で失敗したいことは次からええで。うれえな、ちょっともうこれね、あの、遠いです、遠いですね。でもね、あの、やっぱり何やるかいうの間違うとね、やっぱり申し訳ないので、いつもね、ここにやる曲はちょっと置いとくようにしております。じゃあカポを7カポにしたところで、もう2曲に1曲しかね、ないですよ。どっちでしょうかということで。それでは、何か切れましたね。これ外れましたね。外れましたね。これですね。これですね。前に持っていきすぎました、すいません。あ、どうしましょう。 ありがとうございます。それではホテルから聞いてください。
What? What? Go, time to go. あ、はい。うわ。次の曲だけ途中で変えるか。次の曲だけ聞いてほしかったな。ありがとうございました。またね。まだ。まだ。ちなみに今日はファンクセッションだっけ。そうです。まだ読んでない。まだ読んでない。頑張って。まだ。まあね。やばい。ど真ん中に座ってるくせに。いやもうねあれですよ。可愛い後輩ね。我々がここに出てるだけでね。用事あるんですけど、用意はず、家の用事だからね、家の用事で今日はね、途中で帰ると思いますから、家の用事で、ね、俺に言うたくせに、セッションやて。知事がボケてるせいで全然ねコロナ対策の何してが伝わってこないんですけど、ただ2つだけ言われてるのは、大阪行ったらあかん、大阪で移されて帰ったらあかんっていうのと、あとは家庭内別居、別居ちゃうリベ隔離か、隔離ちゃえ、離別離別分離、なんかそんなん言うてきますね。ほんまのね、知事はね、詳しい人の情報によりは東京よるっちゅう話ですわ。あかんでしたろ、あらい名前言うてもらったら。せやけどね、なんかね、郡山に住んでるっていう噂もありますからね、と郡山が気をつけてください。それでは、そんなこんなで、何でも良くなるように、我々はもう方しか向かへんぞというね、ベターベストの方に向いていくという意味でちょっとゲティンベターいきます。Yeah!
な。なんか元気出るようで出ないような、もう微妙な線をつきますね、この中期のビートルズね。まあでもこの曲で、あのチューリップいうバンドしてますと、チューリップ、チューリップでセプテンバーの曲ご存知ですか。それを見つけたとき、これを導入するかそんな曲にみたいな感じね。やっぱりね、やっぱり何かと A ちゃんの影響を受けてるんですよね。もうみんな影響を受けてるんですよ。ユーミンですら同じレコード会社、もうレコード思いっきりビートルのレコード配られてたら違いないよね。絶対影響を受けてるんですよ。それでは次の曲は、長年やっております、この曲をどうぞ。
サムシングニューいうアルバムありましたね。あれ、今井さん、博士、あれはアメリカ版でしたっけ。アメリカ版ですね。サムシングニュー、はい、これ、一回言うたかもしれんけど、あれポルトガル語で何て言うんですか。サムシングニューをポルトガル語で言うたら、これ、僕騙されたかもしれんけど、サムシングニューをポルトガル語で言うたらボサノバなんですね。ほんま、ちゃう間違ってる。そうやな、ボッサノバ、ノバ新しい、ボッサなんかや、たぶん。じゃあボサノバってなんか新しいもんというね、そういうジャンルだったみたいですね、昔は。まあどうでもいいんですけどね、まあどうでもいい話が多いので付き合ってください。それではあのこの中で、一応僕ら結成時のメンバーだからね、先輩後輩でやってるんですけど、さらに後輩が入ってきて、僕はさらに偉そうにするから、もうこの人が入ってきたおかげでもうちっちゃくなってるけどね、音楽での大師匠宮本先生が歌いますよね。歌いませんよ。怖い。いや、歌ってもらってもいいよ。いやいや、もうちょっとそうかそうか、それはこの間のこの間の話か。話終わったよ、はい、終わったよ、はい、そうか、先ほどずっと高い食いながらそれ考えとったんやけど、そうか、じゃあハモっていただきましょう。はい、それでは、我々唯一の周知のナンバー In My Life 聴いてください。チャキ巻き戻しコールして In My Life。僕ら本庄が歌います。今やらやる。ボサノバは、だいぶしないわ。サムシングニュー。じゃあ、それは関係なく、じゃあ、ボサノバの、ボサノバですね。サムシングニューですね。僕だパーンって。今日はね、あれですよ。なんか、邪念がある、邪念が。なんでやろうな。よし、これで大丈夫。なんで今ディストーション踏んでんねんね。はい、どうぞ。後輩はなんかよかった。どうさ、先にもぶち切れますねって言われてたじゃない。あのぞ、結構ライブアップバーでいろいろね、高坂さんのことを喋ってくれてるみたいで、ちょっとそれありがたいけど、今日見てたらえらいこと言われてる。すいません。じゃあ。Come back then.
ミストークばかりですいませんね。本当にもうミストーク間違わなくてもね、もう難しい僕のトークなのに間違ったらもうどうもこうもないじゃないですかね。佳境に入ってきましたが、この次の曲はサボイの曲紹介はもう子供にしといてあらじますんで、この前、あれいつやったかな、何個でやったかな、何個でやったんですかね。確かにこれね、僕リードギター弾いてたと思うんですよ。でもね、もう堪忍しようでね、彼に弾いてたんで、もうギターほとんどもう彼のギターが出ます。そういう感じ。ラジオ聞いてはると思いますけど、サボイトラフル聞いてください。
ようこの曲作り上げましたな。ねえ、ねえ、なんか言ってますわこの曲は。多分ね、こんなんね、酒飲んだぐらいでできへん。いや、次の曲もっといきますよ。次の曲ね、これ初披露。これはほんま初披露ですね。お願いしよう。さっきミッシュルやりますよ。ちょっと10分かかります。ちょっと10分かかります。さっきミッシュルうん、そうでしょうか。いっぱいの、そうです、いい。ほんまに帰るんですか。ほんまに帰るんですか。ちょっと、疲れが。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 ちょっと、飛ばそう。ちょっと待ってくださいね。ちょっと、僕も忘れない。
練習不足かな。ちゃうな。練習してるはずやな。やっぱり緊張しいなんですよ。さあ、次の曲。本当にね、私これがあるせいで眠れませんでした。もうね、鳩退治。家に鳩が来るんですよね。で、僕の家が3階建てが1個建ってる時はまだマシだったけど、8階建てのマンションの隣に建って、なんでかね、3階建ての僕とかにね、なんか低空飛行しながら来るんですよ。で、僕3階に住んでるとそこに邪魔しに来るんですよね。で、先週ですね、こうなんで網こう、網ネット張って、で、ピッ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 とこう、なんかフックかけて、完璧にしたんですよ。これでもう、鳩はけんへん思ってたんやけど、鳩がね、向かいの8階だとマンションの4階に、こんな狭いところ立ってね、こっち見てるんですよ。もうね、ちょっとあれでまたね、眠れんのってね。隣のマンションも思いっきり鳩対策してくださいね。ちょっと投書してやるんですよ。もうみんなでやりましょう。みんなでこの環境を作りましょうということで。で、この奈良市南浦町鳩対策委員会の中、本部長がついてるのでね。鳩対策なんか問題あったら言うてください。2つのマンションからね、こう僕がちょっとこう世話役みたいになってしまって、なんか鳩の話、すべて絡まなあかんの、つらいな思いながらね。そんなこんなで。鳩ってね、なんかそのあれですよ、ものすごいその記憶力がいいか、執着心がしぶというか、もう僕とこがもうネットを張ってもしばらくの間はやっぱり見てると思うんですよね、こっちをね。だからそれにいかに僕は付き合うかで、鳩鳴いてるぐらいでこうね、こんな霧吹きでこんなね、鳩が嫌なスプレー出しとる場合ちゃうなと思って、8時に回りました。大阪ではもうみんな自粛で家帰らなあかん時間です。奈良に生まれて奈良に育ち、奈良のライブハウスでお世話になり、本当に今日は幸せでございます。奈良までありがとうございます。メンバー紹介の時間になってまいりました。何でも言われるまでわからへん、言われないでわからない、それは子供の頃では変わっていません。それではどっちからいきましょうか。じゃあ今日はこっちから、今日は暑いせいか、ちょっと今日のね、イニオンジャックの服を早くもう脱ぎましたけども、普段は、京阪遠征で活躍しているという噂の、オンドラムス、神社の今日はね、なんか京都府警で来たみたいです。すごいな、京都府警やの、京都府警、京都府警ですね。すごいな。すいません、なんかいつも僕はなんかここから近くに住んでるもんで、なんかもう簡単にこう話をしてしまうけど申し訳ないです、本当に。で、オンボーカル、ペッパーマサ、彼は今どこに住んだったの。新大阪、新大阪ね、単身赴任中でございます。よかった。いいです。部屋、部屋持ってるみたいなんで、部屋一つ空いてんやな。みんな泊まりに行こうか。ぜひ、お待ちしております。で、オンベース、シナモノブ。もうね、このトラックジャケット、もう完全彼のためになるような、もう、なんやろう、細い人がやっぱり似合うようになってるな。この服は、まあもうちょっとやな、もうちょっとやな。俺はギターで隠してるけどね。まあこんな感じで、もう一番こうスタイリッシュな学生時代からもう光一平言われる。西宮の光一平言われるのかな。光一平してる。ちょっとジャニーズ系やったんですよ。どっちかやったら下級生から憧れてた、やられてたんちゃうかなと思いながら、彼が、僕のなんか師匠格でもある、キャラウェイ、マサ、カズだと思う、ダメでしょ、僕、本当に敬語力悪いし、もう、キャラウェイ、カズ。で、オンキーボード、
ローズマリー。はい、あの我らがリーダーユリ治ったんですか？でも、まだしてますけどね。あの余裕ですわ。あの昨日ちょっと試しにあの進化を掘ってみたら掘れたんで、多分手術は必要ないでしょ。いや、なんかさっき出ちゃうのはやっぱりした方がいいというようなメールが入ってましたけど、いや、しない、手術はしない。いや、あの骨折しながらも頑張っていただく体も高いよ、我らリーダーです。思いのほか長引きまして、本当にね、手術するかしないかまで追い詰められておりますが、まあ、そんなこんなで、手術するかこの曲をしてやな。そうですね。ただちょっともう、見ておいて、置く場所もないな。まあちょっと行きますわ。Yeah!
ヘルダースギョーザ。あのヘルダースギョーザも見たね。あの6弦が F に一瞬なる。ファンファンファン。これ聞いたくだけでも言ってまいりますよ。もうラストの曲なんでしょうか。ラストの曲やって。腹筋する。まあ今後の予定を言いますと、今決まってるのは5月24日、22、5月22、22、土曜日、南港の海の見える広場で16時45分、15分。ちょっと忘れました。まあ、早めに16時15分から、ビートルズ出演します。そんなこんなで、今日は本当に初公開の曲、それからやり慣れてる曲もあれという感じで、あれあれの連続で、やっぱりたまにはね、こういうハプニングもよしとしましょうよしとしましょうやしましょう、ほんまに肩苦しくなるぞ。間違ってやりましたね。これ武道館ちゃう、東京ドームではない。よっしゃ、ほんならもう最後の曲はもう引き締めて、いきますわ、ライトゥービWhere
用意できてないね。セッションこれはセッションなんかもう大栄養局チャッキーも打たれて噛むときやだよな。噛むときやできる。チャッキー打とう。